先週の大雪の影響で運転を見合わせていた JR 芸備線と福塩線の一部区間で今朝から運転が再開されました。始発から運転を再開したのは JR 芸備線の備後落合から芝口駅間と JR 福塩線の府中から塩町駅間です。この区間では今月23日から大雪の影響で線路に木が倒れるなどし運転見合わせが続いていました。運転を再開した芝口駅には列車を待つ学生の姿がありました。もともと乗って帰ろうと思ってたんですけど雪で行きが乗れなかったので再開してよかったなと思います。また芸備線の東上駅から備後落合駅間についても明日始発から運転を再開すると発表しました。